スリープフリークスの大鶴です。はい、今回は自動マスタリングサービスランダーの活用術ということでですね、お送りしていきたいんですけれども、このランダー、もうすでにご存知の方もいらっしゃるかもしれません。自動マスタリングというですね、非常に画期的な技術を謳って登場してきたわけですけれども、まずですね、皆さんどんなもんだろうってやっぱ眉を潜められたと思うんですよね。どこまでできるんだろうと、自動といってもですね、そのあたり気になってる方多いんじゃないかと思います。で、結論から言うとですね、僕が使ってみた感覚、かなりいい線まで仕上げてくれます。それからですね、日々進歩してるなと、海外版の時から僕使ってみたりとかしてたんですけれども、どん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 良くなってるなという感覚です。デモ版の提出の時とか、あるいはそのプラグインとかお持ちでない方が気軽にマスタリングをやってみたいという時なんかには、もうこれが第一の選択肢として十分考えられるかなというレベルまでは来ていると思います。一方でですね、最終マスター仕上げる際にはどうなのかというと、やっぱり音の話なんで、どうしても個人の好み、音質とか音圧とかですね、こういうものは絶対絡んできてしまう。これを 100% 埋めてもらうっていうのは、不可能に近いと思うんですね。そこそこいいんだけど、ちょっといじりたいというケース多いと思います。そこでですね、このランダーをマスタリングのプロセスとして組み込むという活用術についても後半の方でお話をしますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、まずですね、ランダーのアカウント登録の方法と使い方について簡単に触れておきたいと思います。アカウント登録についてはですね、まず最初無料会員登録される方が多いと思うんですけれども、ここでお得な情報があります。スリープフリークスのサイトのリンクからですね、この無料登録のページに飛んでいただきますと、今2回分無料の非圧縮ウェブファイルを書き出せる権利がついてきます。通常の無料プランですと MP3 しか対応してないんですけれども、2回分ですね、ウェブファイル書き出せるという特典つきますので、ぜひ当社のサイトのリンクから飛んでいただければと思います。で、このページから下の名前、名字、メール、パスワードを入力して無料会員登録すれば、とりあえずアカウント作成は完了ということですね。登録したアカウントでログインするとこのような画面になります。使い方は非常に簡単で、もう見た目通りですね。マスタリングしたい2ミックスのファイルをここにドラッグ&ドロップするという、それだけになります。はい、そうするとこのようにポップアップ出てきまして、マスタリング中ということですね。はい、今何をやってるのかみたいなことも出てきます。しばらく待ちましょう。マスタリングのプロセスが終わるとですね、このようにプレビューが始まります。まずはオリジナルからですね、そしてマスタリングに切り替わります。そしてまたオリジナル戻ると、自分で切り替えることももちろんできます。これで気に入ったってことであればですね、もう保存でいいんですけれども、もう一歩進むとですね、ここにこう中音圧変更と書いてあると思います。これどのくらい音圧を上げるかっていうのを3つのパターンから選択できるというものなんですね。この変更をクリックしてみましょう。するとこのようにもう少しプロセスが入りますので、しばらく待ちましょう。完了するとまたプレビューが始まります。先ほどの中音圧からですね、じゃあ高音圧に切り替えてみましょう。こちらです。次に低音圧、やはり音圧を取るかダイナミクスを取るかというところで選択をしていくわけですけれども、デモなどで出す場合は高とか中とかを選んでいくことになるでしょうね。じゃあ低どんな時に使うか、ここでですね、冒頭に申し上げたマスタリングのプロセスの中にランダーを組み込んでいくという話に戻していきたいと思います。ランダーはですね、ただ単に音圧を上げているというわけではなくて、それ以前の様々な処理、トリートメントを行ってくれています。その下地的な処理も結構精度がいいですので、それを利用してさらに自分好みに仕上げていこうというわけですね。それにあたっては処理するための余裕、ヘッドルームがあった方がいいですので、手で保存をするということになりますね。じゃあ今回手でいってみましょう。するとこのような画面が表示されまして、保存形式を聞かれます。通常の無料プランの方はこのローレゾ MP3 だけなんですけれども、先ほど説明したように、当社のホームページから申し込んでいただいた方は、ウェーブ2回分がついてきます。で、他の選択肢があるのはですね、僕が有料プランに入ってるからなので、その辺はですね、後々アップグレードしたら使えるようになるというふうに思ってください。では今回は16ビットのウェブファイルでマスタリングを作成してみましょう。するとこのような画面になりまして、これはまだ書き出し中ということになります。もう少し待ちましょう。このように再生マークが出てきたら書き出し完了ということになります。クリックすると、ここでもう一度聞くことできますし、このダウンロードはブって書いてあるところですね、こちらをクリックすると、しばらく待ってからダウンロードが開始されます。はい、そしてですね、
先ほどダウンロードしたファイルを Pro Tools のセッションに読み込みまして、マスタリングの続きをやった結果どうなったかというところをお見せしていきたいんですけれども、まずはプラグインをバイパスした状態でも処理前と処理後を比べてみましょう。上が処理前、下がランダーで低音圧で書き出したファイルですね。それから音量感を合わせるために処理前の方はクリップゲインをプラス4デシベルしてます。これでだいたい同じくらいに聞こえるはずです。じゃあ処理前の方から聞いてみましょう。では処理後です。はい、いかがだったでしょうか。まあ微妙な違いに聞こえた方もいらっしゃるかもしれないですけども、ランダー処理後の方はやはり特に低域ですね。キックのインパクトしっかり出てきてる。かといって低域はぼやけることがなくてですね、タイトで非常に分離して聞こえてくるかなと。あとボーカルにもしっかりフォーカスしてる感じがしますね。このあたりはやはりランダーがジャンルをきちんと理解して処理をしてるんじゃないかなというふうに思います。ではここからですね、僕が好みで仕上げた結果のプラグインを入れていきまして、最終的にどのぐらい違いが出てくるのかというのを確認してみましょう。じゃあ今度はランダーありの方から行ってみましょう。ランダーなしに切り替えます。ランダーあり、もう一度ランダーなし。はい、音圧が上がった分ですね、さっきよりもちょっと分かりやすくなったんじゃないかと思うんですけれども、まあこういったジャンルはですね、まず第一にやっぱキックの音ですよね。それからやっぱ歌物なんでボーカルあたりも大事になってくるんですけれども、やはりそのあたりに顕著に差が現れてたかなと。でキックやボーカルの輪郭をはっきり出しながら音圧を上げていくって実は結構難しくてですね、そのための下処理をランダーがしっかりやってくれてるっていうのは、まあマスタリングがちょっと苦手っていう方にはかなり助かる部分なんじゃないかなというふうに思いますね。その後の処理っていう意味ではそんなに特別なことやってないです。まあ本当に EQ で整えてテープシミュレーター通して音圧を上げただけと。で最終的な音圧は実はランダーの高音圧よりもちょっと高めに出してます。まあそれでもこんな風に結構キックとかボーカルの感じがいい感じに仕上がってくるというのはですね、やっぱりランダーのプロセスが一回入ってるからと言えるのではないかなと思います。はい、以上ですね。自動マスタリングと聞くとちょっと怪しいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひですね、食わず嫌いせずにこのランダー試してみていただきたいと思います。デモ作りの効率化ですとか、あるいはマスタリングの下地作り、プロセスとして組み込むといったいろいろな活用の方法はありますので、まず無料プランから当社のホームページから入っていただいて、お得にワーブ2回分をですね、ゲットしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますので、ご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。